こういった白レザースニーカーというのは様々な着こなしに合いやすくて、例えばこんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、大人のスニーカーはこの3足だけを持っておけばいい、こういったテーマでお届けをしてみたいなというふうに思っています。最近はですね、このスニーカーというアイテムがしばらくブームが続いているわけなんですが、もうさすがに今ではですね、ブームというよりは定番化していまして、結構ですね、日常的にスニーカーしか履かないという方も増えているのかなというふうに思っています。まあ僕自身もかつてはですね、革靴をよく履いていたんですが、最近では圧倒的にスニーカーを履く機会の方がですね、増えているんですね。スニーカーといってもですね、様々な種類があるので、かなりですね、カジュアルなものから、一方で革靴のように見えるような綺麗めのものまで、本当にバリエーションがあるんですね。その中で僕たち大人世代は、どんなスニーカーを選べばいいのか、ここはですね、結構皆さん悩みどころかなと思いますので、今回は僕の私物のものをご紹介しながら、大人に似合うスニーカー3選ということで、皆さんにお届けしたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップ動画の方で解説をしていますので、よかったらそちらの方もチェックしていただければなというふうに思っています。それでは早速いってみましょう。はい、ということでまず1足目から皆さんにご紹介したいなと思うんですが、これはですね、大定番で様々な季節に使えるですね、白系のレザースニーカーですね。これは間違いなく1足持っておいた方がいいのかなというふうに思っています。僕も白レザースニーカーは好きでいくつか持ってるんですが、今回持ってきたのはこの2足ですね。こちらはですね、定番的なアイテムで、よく僕の動画の中でもご紹介しているですね、白レザースニーカーといったらスタン・スミスですね。まあこれはですね、大定番のもので、ぜひ皆さんにも1足は持っておいていただきたいなというふうに思っています。スタン・スミスというと、アディダスの代表的なモデルの一つで、今でもですね、いろんな靴屋さんで置いてあったり、あとはセレクトショップでも展開があるんですが、まあ定番的なスタン・スミスもいいんですけども、様々なセレクトショップの別注モデルだとか、限定モデルみたいなものを持っていただくと、結構ですね、人と被らないので、個人的にはおすすめかなというふうに思っています。で、このスタン・スミスは定番的なアイテムなんですけども、最近ですね、大きく素材が変わったんですね。今まではレザーを使っていたんですが、最近はサスティナブルな素材使いというところがファッション業界の一つのテーマになっているので、このスタン・スミスもですね、エコレザーというものに変更になったんですね。見た目はほとんどレザーとは違いがないんですけども、素材の使い方としてはですね、だいぶ変更があったので、その点も視野に入れながらですね、環境配慮した素材を使いたいという方はですね、新型のスタン・スミスはすごくおすすめなのかなというふうに思っています。そしてもう一つ僕が私物として持っているのは、これはですね、よく見るとホワイトではなくてライトグレーになるんですが、こういったホワイト系だけではなくて、オフホワイトですとか、ライトグレーのシューズでも全く問題ないので、ベーシックなものが好きな方はスタン・スミスがいいかなと思いますし、もうちょっと癖を加えたいという方はですね、ライトグレーだとかオフホワイトのような、すごく明るめなんだけど、真っ白すぎないものを選んでもらうと、これまたおしゃれに見えやすいのかなというふうに思っています。僕が今持ってるこちらは、同じくアディダスのスーパースターですね。こちらはエディフィス別注バージョンのものなんですが、こういった人との違いが出るようなものを持っておくと、個人的にはですね、気分が上がるかなというふうに思っています。まあ両方ともですね、スポーツブランドのものなんですが、こういったものだとどうしてもカジュアル感が漂うので、さらに小綺麗な感じが良ければ、いわゆるセレクトショップのオリジナルのシューズがいいかなというふうに思っています。エディフィスのオリジナルですとか、あとはビューティー&ユースのオリジナルで、すごく使いやすいシンプルな白レザースニーカーがありますので、そういったものを使ってもらうのもいいかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。まあこういった白レザースニーカーというのは様々な着こなしに合いやすくて、例えばブルージーンズにも合いますし、ブラックジーンズのような少しシャープなものにも合います。それだけではなくて、最近ですね、トレンドになっているワイドパンツですとか、スラックスにも相性がいいので、様々なパンツに合わせやすいという点では、鉄板なので、まだお持ちでない方はですね、今日お伝えしたものを参考にしながら、ぜひ買い揃えていただければなと思っています。はい、続いて2足目のスニーカーなんですが、これはブラックレザースニーカーですね。これまたですね、大人の男性には1足は持っておいていただきたいスニーカーかなというふうに思っています。まあ今僕が持ってるのはナノユニバースのオリジナルのものなんですが、こういった黒系のレザースニーカーってめちゃくちゃ使い勝手がいいんですね。
まあ、先ほどの白レザースニーカーのいわゆる色違いのようなものなんですけども、白に比べるとやっぱりですね、黒というのはよりオーソドックスで様々な場面に使いやすいのと、なんといってもですね、汚れにくいんですよね。ここが使いやすいポイントで、白はですね、清潔感があって着こなしがパッと明るくなるので僕自身も大好きなんですけども、どうしても子供と公園で遊ぶ時なんかにはですね、汚れやすいんですよね。ですのでここがネックになるので、そういった点が気になる方はブラックレザースニーカー、これはですね、すごく使いやすいかなと思っています。まあ、冒頭にもお伝えしましたが、スニーカーといっても綺麗めなものからカジュアルなものまで様々なものがあるんですが、その中でこういったブラックレザースニーカーというのは本当にですね、綺麗め寄りなんですね。これより先になるとローファーとかそういった革靴になるぐらい綺麗めなアイテムなので、割とですね、ビジネスカジュアルの場面でも使えるようなすごく小綺麗なスニーカーなのかなというふうに思っています。ですのでスラックスにも相性がいいですし、あとはブルージーンズを履いた時に足元をこういったブラックレザースニーカーでちょっと綺麗めにしてあげるのもバランスがいいかなというふうに思っています。あとはブラックジーンズと合わせるのもいいんですが、そうするとボトムスと靴がつながってちょっとですね、退屈な感じがするので、個人的にはブラック系のパンツはあまり合わせることはありません。もしブラックのスラックスを合わせるときにはですね、丈の長さを少し短めにして横から見たときに若干くるぶしが見えるとですね、肌色が間に挟まるので、意外とですね、ボトムスと靴が同色系でもそこまで退屈な感じがしないかなと思っています。あとはブラックレザースニーカーでもソールの色合いですね、ここがホワイトなのかブラックなのかでも全然見栄えが変わってくるんですね。少しカジュアル感を出したいときにはこういった白のソールのものを選んでいただくのもいいかなと思いますし、ブラックのソールのものもよりシャープな印象になるので決して NG ではないかなと思っています。ただこのブラックレザースニーカーっていうのがなかなか見つからないので、セレクトショップのオリジナルですね、僕はナノユニバースのものを使っていますが、あとはビューティー&ユースも強かったですので、そういったものを使っていただくか、もしくはですね、グリーンレベルで展開しているブラックのジャーマントレーナー、これまたですね、すごく使い勝手がいいんですね。まあ、ちょっと写真を見ていただきたいなと思うんですが、こういったもので代用するのもいいかなと思うので、2足目の鉄板としてこういった黒レザースニーカーもぜひ皆さん頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目なんですが、これはですね、先ほどまでお伝えした結構綺麗めなブラックレザースニーカーだとかホワイトレザースニーカーに比べると少しカジュアルめになるんですが、丸みがあってボリューム感のあるスニーカーなんですね。まあ、この言葉だけではなかなかイメージがつきにくいかなと思うんですが、具体的にはですね、このようなスニーカーになります。両方とも私物のものになるんですが、例えば今僕が持っているようなニューバランスですね、こういったものはボリューム感のあるスニーカーの代表例かなと思っています。まあ、ソールにもしっかりと厚みがありますし、丸みがあって少しぽってりとしたデザイン、こういった少しやぼったさがあるようなスニーカーというのも意外とですね、着こなしの中に良いアクセントになるので、個人的にはお勧めしたいスニーカーかなというふうに思っています。僕が愛用しているのはこちらの1700というモデルなんですが、あとニューバランスの定番といったら M996 ですとか、あと個人的に僕が注目しているのは 990V5 というモデルなんですが、これがですね、すごくレトロ感があってかっこいいモデルなんですが、結構価格が高いので迷いどころではあるんですが、大人の男性にもおすすめしたいスニーカーかなというふうに思っています。あとはですね、これまた僕の動画では定番的なんですが、 AirMax97 ですね。こういったナイキのスニーカーでもですね、ハイテク系のものは割と厚みがありますし、丸みがあって今っぽいスタイルにはですね、使い勝手がいいかなというふうに思っています。このようなカジュアルめのスニーカーというのはどのようなボトムスに合うのかと言いますと、例えば細身のブラックジーンズで合わせて足元にボリュームを出すというのもいいかなと思いますし、それだけではなくてスラックスだとかワイドパンツのようなものにも相性がいいので、ぜひですね、そういったスタイルに合わせていただきたいなと思っています。一方でブルージーンズだとかチノパンのようなカジュアルなボトムスと合わせてしまうと、ちょっとですね、下半身がカジュアルに酔いすぎてしまうかなと思うので、少し綺麗めなボトムスと合わせてもらうのがバランスがいいかなというふうに思っています。まだお持ちじゃない方はですね、ニューバランスですとか、あとはエアマックス系のナイキのものですとか、こういったものも一足チェックをしていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では大人が持つべきスニーカーはこの3足だけでいいというテーマでお伝えをさせていただきました。まあ、どれもですね、ベーシックで使いやすいものではあるんですけども、
その中でも年々トレンドというのは少しずつ変わっていまして、王道であったスタンスミスも素材が変更されたりだとか、ニューバランスもですね、ベーシックなモデルの中でも新しいものがどんどん出てきたりするので、そういったものに関しましては僕自身が実際に買って皆さんにこれからもご紹介をしてみたいなというふうに思っています。まあポイントはですね、綺麗めなものからカジュアルなものまでを網羅をすること、そうすることで様々なスタイルが楽しみやすいかなと思っています。たとえ同じ着こなしであっても、足元のスニーカーが変わるだけで全然印象が変わるんですよね。シンプルなブラックのレザースニーカーを合わせるのか、それともちょっとぽってりとしたニューバランスのスニーカーを合わせるのか、これだけでも印象は大きく変わるので、ぜひですね、皆さんにはスニーカーというものを買い足しながら、ご自身のスタイルというところを広げていただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは、大人の男性に向けてベーシックで使いやすいアイテムですとか、コーディネートについてどんどん解説をしていきたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。